ナーが絶対に成功する理由、独自入手のルートです。来ましたね。何言ってるんですか。いやいやいや、皆さんね、懐疑的じゃないですか、正直。はい、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 そのビッグボイス言うのやめてください。普通でええじゃないですか。怒ってくださいね、スパサポの方。ラッシュフォードの時、こんな時言いましょうね、皆さん。いいんですよ、そんなことは。いや、ベルナーね、まあやっぱり好きやし、私もね、スパサポの方もやっぱりどういうね、結果になるかっていうのをね、いろいろ、まあスパサポじゃない方、サッカー系 YouTuber の方もいろいろ上げてるじゃないですか。いや、それはやっぱね、スタッツメインになるんですよ。はいはいはい。スタッツメインはそれはね、数字は嘘つかない、ただその通りですよ、うん、そればっかり見てても楽しいのかと。あ、まあ確かに。そうだった時にね、僕が独自に開発しました、はい、そのドイツ経由の選手は絶対に爆跳ねする、はい、このね、イングランド、ドイツ、イングランド、はい、バイク、川崎バイクシステムの選手はアクセル全開ブンブンでいけるというね。ベルナきっと爆発するブン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 ですよ、それ。バイバイ、いや、なんかそのなんかバイクだけにっていうのはなんかバイクさんに失礼やね。ベルナだけに、ベルナだけにシュッシュッとか、自転車だけにチャリンチャリンとかいろいろあるんですけど、ブレるからもう、お笑いは少しぐらいにしときたいです、このチャンネルは。だから今回は独自ルートで、はい、イングランドからドイツに行って、はい、そしてイングランドに戻ってきた選手の、はい、データをですね、はい、内藤さんに集めていただきました、はいはいはい、で今から、その先ほどの法則、はい、まあ、言ったケビン・デブライネ法則と、ね、はい、私は名付けましたけど、はい、この法則に当てはまっている選手は成功するのかどうかという、はい、いうのをですね、ちょっとブワーッと列挙していきますので、はい、成功するというので皆さんと一緒に、はい、味わっていただきたい、はい、データ上ね、味わっていただきたいなと思います。じゃあ、まあ行きましょうか。どういう選手がまあ行ったのかっていうね、はい、まあ1人目、はい、これは確かに成功したなと思った選手で言うと、うん、アンドレス・クリステンセン。ああ、クリステンセン、これは確かにデータ通りケビン・デブライネパターン。データ通りです、これは。はいはいはい、幸先いいですね。いや、本当、確かにこれは、あ、これは成功と言えるなと。数ある指揮者の中でも僕しか唱えてないですからね、はい、これはこんなもん成功してもらうの困るんですからね、はい、お次は、はい、またもやセンターバック、うん、コンスタンティノス・マグロパノス。マグロパノスね。18年間、22年まで4年間アーセナルにいて、うん、ニュルンベルク・シュトゥットガルトを経て今季ウェストハムに復帰して活躍中と。いいですね。 あとはオリギ。おー、ディポコリ。こちらもノッティンガム・フォレストですけど、うん、まあ、リバプールで活躍した後、リール・ボルスフルグ・AC ミランと挟んで今ノッティンガム・フォレストに来ております。いますよ。いやいや、言っていただいていいですよ。ジェイドン・サンチョ。ジェイドン・サンチョ、はいはいはい、マンチェスター・ユナイテッドにね、はい、もともとシティの、うん、まあ、アカデミー出身で、ボーデンとかと一緒にやってて ね、うん、2017年までマンシティにいて、うん、はい、で、ドルトムントに行き、うん、まあ、2021年ユナイテッドで、まあ、復帰。ドルトムント大活躍ですよ、で、ユナイテッドでもまあちょっと底不良どんどんこうのが出るまでは、まあ、それなりに活躍した、うん、かしたとしますか。これだからね、異議申し立てです、これは、はい、これ言いたいのは、はい、イングランド、ドイツ、はい、で、イングランド、ドイツなんですよ次のイングランドで爆発なんです。あー、なるほど。そうなんですよ。本当にユナイテッドに帰ってきて爆発してくれるんですか。ピーマン、玉ねぎ、玉ねぎ、玉ねぎみたいな、はい、チュートリアルさんのネタで先輩のネタをね、言うのもあれですけど、はいはいはい、の状態なんで、まだ今、はいはい、そこからはまだね、わかんないです。まだわかんない。ジェイダさん爆発して帰ってきますから、期待して待っててください。なるほど。これはもう絶対正しい法則ですから。まだこれも成功パターン。はい。なんならスパーズのレジェンド。お、ユルゲン・クリンスマン。クリンスマン。59歳。うん、まあ、現在はね、監督とかね、うん、の韓国でしてますけど、はいはい、もうすぐアジアカップというところで、うん、まあ、トッテナムスタートのバイエルン編で、トッテナム戻りで。だからこれはもうレジェンドですからね、うん、で監督にもなれるというデータが出ましたね、うん、今ケビン・デブライネパターンは監督にもなれるんだよ。監督ベルナ、監督ビル、何がおかしいんだいや、自分で笑ってるじゃん。いやいや、もう今笑ってないですよやめてください、巻き込むのを。一緒です、ポジションもまた一緒でね、これね、こうすごいですよ。しかもドイツ人という、そうですよ、そこまで一緒で、これはもう楽しみでしかない。まあ、これはちょっとスパーズファンには朗報、うん、そうか、自分のチームで前例があったかと。そうですよ。しかもバイエルン・ミュンヘンに行って帰ってくるパターンがあるっていうのは、ハリー・ケイン的な意味でも、ハ
リー・ケインはマジで何してんねん、家買うなって。じゃあ売れるから。ハリー・ケインの話になったら、楽しいほどみたいになっちゃうから、はい、私もね。アンドレ・シュールレ。シュールレ、懐かしい。まあ、ブンデス、ドイツで、キャリアを歩んで、チェルシー行って、ウォルスブルグ、ドルトムント行って、フラームに、ローンできたみたいな感じで、まあ、イングランド、ドイツ。ハドソン・オドイ。ハドソン・オドイねよ。今、ノッティンガム・フォレストでプレー中というところで。これだからね、もうフォレストのチーム状況とかもありますよね、はい、正直。まあ、ただ、その覚醒して帰ってきたかと言われると、まあ、ちょっと、おやという気持ちも。ちょっとタームが短いですか。ああ、タームが短いですか。もうちょっと、やっぱワンシーズン見たとき、あ、やっぱ津田さんが言ってた、その、ドイツパターンの、ドイツパターンは正しいっていう。今、はい、シーズン終わりに証明してくれますよ、それは。アンパドゥ。アンパドゥね。センターバックとか中盤ができる。はい。間にやっぱライプツヒを1年挟んだんで、うん、まあ、そこで得た経験がきっと大きかったのかなという話に。うん、タームが短いですよ。結局ね、久保選手とかもやっぱ、はい、マジョルカとかいた時、やっぱレンタルって、ビジャレアとかもそうですけど、うん、レンタルってやっぱレンタルなんで、はい、だからその自分のこう所属してるチームじゃないじゃないですか。で、レアルソシエダ行ったら一気に行ったじゃないですか。はい、やっぱその、今このリーズに行って、1年目とかでしょ、はい、アンパドゥ。で、こっからのタームで行くんで、全然データ通りですね。ナサニエル・フィリップス。フィリップス。うん、リバプールの、ね、はい、センターバックですけど、うん、まあ、リバプールアカデミー出身で、はい、シュトゥットガルトに2年間ローン。はい、で、ボーンマスに1年ローン、セルティックに1年、うん、今ローン中という状況。で、まあ、まあ、まだイングランドには帰ってきてない。厳密にはボーンマスに1回帰ってきてますけど、うん、リバプールにはまだ帰ってきたり、まあ、そのうち帰ってくるだろうという状況になってて、まあ、でもシュツッツガルトね、2回行ってるんで、うん、まあそれリバプールに帰ってきたら大爆発間違いなし。いや、これ間違いないですね。俺は帰ってきてないんでね、帰ってきて不発やったらそら、うん、あ、僕が間違ってましたって言いますけど、帰ってきないんで。ボンマスでは17試合でしたけども、これはまあローンやから。まあそうです。だからローンっていうのはそのね、久保選手と一緒なんですよ。マジョルカの時そうやったでしょ、はい、ビジャレの時そうやったでしょ。でもレアルソシエダというチームに決まったら大活躍なんですよ、はい、選手のメンタルもありますから、はい、法則通りなんですよ、これはね。法則通り、法則通り、滑って法則通りですね、これはね。ちょっとそろそろ誰ってなる方も出てくるかもしれませんけども、サッカーチャンネルですから行きましょうよ。オリバー・バーク。オリバー・バーク、うん、シェフィールドユナイテッド時代がプレミアファン的には一番有名かな、うん、まあ、かなりの改作ストライカーなんですけども、はい、まあ、結構イングランドドイツを何度も行き来してる、うん、レアキャラな快速ストライカーですけど、どこでも点数一桁得点しか取れておらず、行ったり来たりを2回は繰り返してるけど、ちょっと伸びきらへんな。ちょっと行き過ぎっすね。それは僕、選手がかわいそう。こんなんでて、え、さ、久保選手でもね、マジョルカでね。天下の宝刀。そうね。久保選手だけにこう、ローンでね、出されてね、こうなっちゃうんすよ、やっぱ。住みかとか住居が必要なんですよ。はい、選手がかわいそう。はい、だからその、2部でも3部でもいいから、はい、トップリーグでもいいから、やっぱ一つ決まってるところがあったら変わるんですけど、はい、やっぱ いろいろ言ったらね、はい、難しいじゃないですか、はい、東京でも皆さんね、東京住まれてる方か分かんないですけどね、はい、新宿でもね、こんな人ってわーと思ってちょっと外れたらこう住宅街になるじゃないですか、はい、そこで住もうと思ったらまた今度は違う渋谷に行かなあかんとかなったら、これまたどこに行ったらいいか分かんへんと頭こんがらがるわけじゃないですか、はい、それを国をね変えていかなあかんってなる時、難しい。これだからちょっとねデータにならない、これは、うん、かわいそう、選手が、うん、というわけで、はい、まあ、細かく言うともう何人かいるんですけど、はい、ちょっと名前を知ってるであろう、うん、イングランド、ドイツ、イングランドパターンは以上というところで、うん、まあ、振り返ると今10名ぐらいかな。そうですね、結構ね、紹介したと思うんですけど、ね、うん、まあ、全員成功してると。全員成功してますね。ああ、はい、そうですね、うん、全然ブレないですよ、それ。ぶっしりでしょ、皆さんも多分めっちゃ津田の言う通りやってなってると思うんですよ。 なってない方がおかしいないですか。え、あ、僕がバカなんです。悲しい。そのレベルですか、ライトさん。そうか、僕まだその辺のレベル。あー、なるほど。ちょっとまだサッカー知識、いや、あ、そもそも IQ が足りてない。そうですね、ちょっと知識入れすぎちゃってるパターンかもしれないです。あ、逆に逆に。あ、なるほど。もっとその選手のこと考えてやった方が、なるほど。やっぱ結局全ての考えは、はい、
ケビン・デブライネに通ずるということで。すべてめちゃローマに通ずるじゃないか。前の前ぐらい撮った動画のやつが完全に残ってて言いましたけど、今。これ見てる人は意味わからんかもしれないですけど、何本どれかで撮ってるんで。ということで、まあ、で正直、はい、いいとこもある。はい、で、まあ、後半の方とか、ぶっちゃけあんまにちょっとローン重すぎて分からへんとか、はい、海外ちょっともう一回セレティックで挑戦とか、はいはい、まあ、海外というかね、まあ、同じ英国圏ですけど、とかもあるんで、分かんないとこもあるんですが、まあ、実際成功してる例もやっぱ多いんで、うん、まあ、僕はベルナーを成功、100% 成功すると、はい、僕のこの、ケビン・デブライネパターンで証明したいと思いますので、はいはい、そのためにもベルナーが頑張ってくれないと僕は嘘つきになっちゃうので、はい、ちょっとなんとかベルナー頑張っていただきたいなというふうに思っております。このチャンネルの信憑性が著しく疑われる回に何がなんすましたね。いやいや、むちゃくちゃなこと言うてますわ。データですから、これもう僕の中のデータですから、これはね、誰もやってない、この勝手にケビン・デブライネルートを私は見つけたときに、ぜひ皆さんもこんなルートも実はあって、このパターンの選手はね、実は成功している法則が多いんだよとかがあったらね、それの特集もまたしたいと思いますので、はい、有識者の方また教えていただきたいと思います。はい、ということで、頑張れ、ベルナー、さよならー。